こんばんは。やっほー。こんばんは。ハートありがとう。アイドル王ありがとうございます。皆さんこんばんは、お元気ですか。お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。ありがとうリハ後なのにお疲れ様かっこ本当にありがとう。クレちゃん見れて幸せです。ありがとう。皆さんこんばんは。そうですね、最近はリハが本格的に始まったので、幕張で会えたのにもうくるみに会いたくなってます。会おう会いましょう。本当にびっくりした。2時で一部だけ完売が出てて、皆さん決済よろしくお願いしますねそうなんです、出ててびっくりしたのですごく嬉しかったです。本当にびっくりした。カラパブル送っちゃったなので12月1日の3部が出てたので、それ以外の来月の幕張もですし、11月30日もですし、ミラボールありがとう、12月1日の3部以外の部分もそうですし、それ以降のツーショット会とかトーク会とか1月までもう出てるので、皆さんまだ申し込みしてないよっていう方も中にはいると思いますしね。そこのあなたお待ちしてますくるみとお話ししましょうね。もうどん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 心拍数上げていきましょう。びっくりしたです本当にびっくりしました。あ、ね、そうなんですよ、まだ何の衣装が着れるかとかがわからないので、ちょっとあれなんですけど、ミミフィーはもう本当に着たい本当に着たい、もうね、そう絶対着たいと思って、だから着れたら全然着ます、全然着ます全然着ます、めちゃくちゃ着たいです。私も そうですね、なんか昇格してから初めての周年だから、なんかまあかんそれ関係ないかな、でもなんかふふ頑張ってますどこにいても見つけてください。皆さんよろしくお願いします。皆さんなら私のことを見つけてくれると信じて頑張ってるので、よろしくお願いします。え、わかる、幕張楽しかったよね。幕
かり楽しかったの本当に。いつも楽しいんだけど、なんか幕張めっちゃ楽しくて、なんかやっぱいいなって思った。なんか6月ぶりとかだったから、そのトーク会とか自体が、だからなんか喋れるのっていいなって思いました。はい、暑い。全然暑かった。みんな絶対会いに来てね。はい、くるみん沼にハマりに来てください。出遅れたんで間に合うか不安ですが申し込みます。嬉しい、全然出遅れてないですよ。まだ3時抽選、抽選じゃないね、3時販売中なのでお待ちしてます。心拍数上がってきた。早い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 、まだ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 。そうですね、周年での感想とかもですし、何ですか、それこそ MV とかがみんな見れるようになったりしたらねとか、あとセーター祭が終わったら花冠とかもつけたいなってめっちゃ思ってるんですよ。だから花冠をすごいつけたい、私。本当につけたくて、だからつけてると思います。1ヶ月後でもつけさせてください、よろしくお願いします。そうですね、今回も全完売を目標にしたいですね。そう、みんな周年コンサート褒めてね。せんとくんにやってきました。じゃあそのままくるみにも会いに来てください。わかんない、衣装、何の衣装を着れるかちょっとわかんないんですよ、まだ詳しくは。だから着れたら着ますって言います。くるみ沼って深いですよ。深いですよ、とてもとても深いです。でもとてもとても居心地がいいと思います。あ、風船が落ちちゃった。嬉しい、初のツーショット会申し込みました、ありがとう。ツーショット撮ろうね。ライバー王か、ライバー王、ありがとう。ハートもありがとう。ね、そうだよね、亀子さんね、ジルの服着たクルミン待ち受けにしたら、クルミちゃん可愛いなってつぶやいてて危ない人になっちゃいました。嬉しい、待ち受けにしてくれてるの、ありがとう。そのまま一生変えないでね。愛知はずっとなくて寂しい、どういうことどういうこと。愛知あるよ、スカイエキスポート、ポートメッセ、ね、ポートメッセがね、久しぶりだからね。なんか前回がなかったじゃないですか、確か。何月のくるみちゃんがおすすめですか。何月でも何日でも何の部でも全部おすすめです。レインボースターありがとう。あ、一時で確保しておきました、ありがとう。
絶対心拍数混ざってる、めちゃくちゃ混ざってる、めちゃくちゃ混ざってる。そう、ミンフィーユ聞きたいです。それ以外にもね、まだ話せることが増えていくかもしれないし、そうなんです、今年風船がめっちゃ落ちちゃう、ショックくらい入れたからさ。後でやっとこう。そう、初めてなんです、私研究生の公演で2回やってるから、生誕祭をね、だから3回目なんですけど、正規公演も初めてで緊張してます。まだ日程とかもあれなのに緊張してます。だからみんな会いに来てください。なんか前回はね、そう、ありがたいことに前回完売だったので、1部ずつ部数が増えて4部と、ツーショットは3なんですけど、もちろん今回も全完売目標なので、皆さん会いに来てね。はじめましての方も、はじめましてって言いに来てね。ちょっと気になるなーって方も、ちょっとくるみん気になってきたよって言いに来てね。いつも来てくれてる方は、くるみんやっほーって言いに来てね。ちょっと隣のレーンから見て、あ、くるみんいいなって思ってくださった方は、隣のレーンから来たよって言ってね。これのくるみ良かったよって思ってくれた方は、これのくるみ良かったよって言いに来てね。ちょっと久しぶりだなーって方も、あ、くるみちょっと久しぶりーって言いに来てね。そうだよ、底なし沼だよ。あー、そう、宣伝画像作ってくれた方もありがとうございます。本当にポストしてきてありがとう。ね、そうだよね、ハロウィンもあるよね。ハロウィン何しようかな。ありがとうございました、ありがとうございました。こちらこそ、はじめまして、また待ってるね。くるみん、今回が次回の握手会にちびっこ連れてっていいですか？もちろん。もちろん、くるみちっちゃい子大好きなので一緒にお待ちしてます。楽しみ。そうですよ、初めてがツーショット会でハードル高いのかな。全然全然お待ちしてます。ツーショット会初めましての方で幕張に来てくださった方もいたから、ん？合ってる？日本語。全然ですよ、お待ちしてます。見つめ合いで化石になれツーショット会ですか？そうですよ。化石になっちゃう、慣れちゃうツーショット会ありますよ。リンボスターありがとう。そうだね、周年はもうね、楽しみですね。まあ、あんな曲とか、あんな曲とか。
何も言えなくてもどかしいいませんけど、楽しみにしててください。純情川にはまりたい、純情川にはまりましょう、ぜひ。何じゃないよその動画ね。みんな見てくれたって言ってくれて嬉しかった、ありがとう。アミさんとのだよね。あ、そう、あの誕生日の飾り付けで ついてた風船ちゃんたちがそこにいてですね。それがクーラーで、アザズがアズクルッピーでチーカーコスしたいって言ってました。え、したい、しようって今ショールームしてるよね。え、待って、59分なんだけど。え、待って待って待って、へいへい、今気づいちゃった。待って、めっちゃゆっくり読んでた、めっちゃごめんなさい。待って、ごめんなさい、みんなありがとうございました、本当に。ちょっとまたゆっくりショールームします。めっちゃびっくりしちゃった、ごめんね、気づかなかった。またゆっくりするね、ありがとう。3時抽選、あ、販売もみんなチェックよろしくお願いします。ありがとうございました、おやすみなさい、またね、ありがとう、またまたね、ごめんなさい、おやすみなさい、バイバイ、ありがとう。